やあ、上手だね。今のスピンはなかなかだ。誰？あなたは？サーカスの人だね。降りた、降りたね。私のこと覚えてるでしょ。私たち何度も会ってる。なんとか。では記憶の糸を探ってみるふりをしてみたりして。いや、君のことは知っている。うん、知っているはずだ。キロです。昔バクラランを目指す旅をしたわ。キロイリークタハル。もちろん覚えているとも。キロ、かの一座の一輪車乗りだ。だがね、僕がこんなに年老いたというのに、君の姿が昔と変わらないもんだから、ちょっと深呼吸させてくれないか。あなたも変わらないわ。見た目は随分おじさんになったけど。いや、僕は変わったよ、キロ。時計屋を助けに来たのですか？うん、助けることになるか、彼の滅びに手を貸すことになるかはわからないがね。泊まり木の女美空さんから捜索願いを出されてね。あの二人には大きな借りがある。天橋の峰の向こう側へ行くの？かの時計職人がそこへ赴いたのならそれが必然だな。時間泥棒の魔女ジャッカがいるわ。君の仲間だろう。同じサーカス一団にいたはずだ。そうだけど、私あの人怖い。君がなぜ年を取らないのか、月夜の晩に考えたんだ。あ、何も月夜じゃなくても良さそうなもんだが、月夜の晩に考えた。君が年を取らず凍結した時間の中で生きていられるのは、少なからずあのジャッカという女と関係があるはずだ。サーカスの魔女は時計の針がチクタクと刻む音をむさぼって生きながらえると聞く。君は君自身の時計を随分前にあの女に奪われてしまったんじゃないのかね、ヒロよ。私わからない。あなたの話はいつも難しい。君たちサーカスの存在性の方がよほど難しい。君は色あせた写真の中の人物のように何度も僕の時間にさまよい込んできた。私がいると迷惑。とんでもない。じゃあもう難しい顔はおやめになって。僕はただ君たち芸人旅団の腰方行く末を、その秘密の一端を知りたいだけだ。降りた、私は何も知らないの、本当に。気をつけてね。あった。シーケモク、シーケモク。今日はタクタクしちゃった。降りたく、これは美空さん、ご無沙汰しております。懐かしいわね。変わったわね、あなたも。あなたも随分ババアにお美しくなられた。来てくれると信じてた。海老原君も来ているの？やつのことは知りません。行きましょう、車で来てるから。車持ってんのかよ。Thank you.
んとか地面なんとか遺跡の中に潜り込めたのよかったけど、こんなに暗いんじゃ厳しいな。でもこういうスリル好きだな。僕の推測ではね、ケルンをはじめここらの地面の下にはまだかなりこういう遺跡が残ってるんじゃないかなって。大きな国があったの？そう考えるのが一番辻褄が失われた文明か。あった、この扉別の遺跡でも見たんだ。宝物庫とか王族の寝室とか何か特別な場所には必ず描かれてる門がある。すごいや、この文字。何それ？まだ全く研究が進んでいない古代文字だよ。 50% くらいしか読み方がわからないんだ。おい、俺立ったぞ。ああ俺の言った通りだろ。だけどだいぶ風化が進んでるな。厳しいぞこいつは。ねえねえ、なんて書いてあるの？ちょっと待ってね。なあ海老原、戻らないか？なんで、すごい発見になるかもしれないんだぞ。この扉の向こうは荒れ地の方角だ。押したら開くのかな。だってそうそううまくいくわけないか。やばいやばいぞ海老原、戻ろう。ああしかしこれは大きなチャンスかもしれない。綺麗、なんて素敵なの。ほら空中ブランコ。逃げよう。でも美空さんが。このままだと全滅する。彼女はもう手遅れだ。いや俺は行くよ。おい海老原。そうか、そういうことか。やめろ！時計の針が止まっている。2時41分。